アザン・エートルとラウンデルは、紋章学における紋章の円形または円盤状のチャージの総称である。イングランドの紋章学では、その色を示すティンクチャーごとに、個別の名称を与えられている。幾何学的で、最も単純な図形のチャージであるため、オーディナリーとみなされることもあるが、明確な定義を避けている文献も見られる。 ラウンデルを意味する語は他にも複数あり、近世以降のイングランドの文章学では、ラウンデルのティンクチャーによっておのずとそのチャージの名称が決まるようになっている。そのため、他のチャージのようにティンクチャーを指定する必要はない。また、現在では、A、ラウンドル・グルズのような記述は用いられることは少ない。元々の中世の文章学では、 色との対応は図られていなかったため、チャージの名称とティンクチャーの組み合わせは自由だった。そのため、他のチャージと同様にチャージ名の後にティンクチャーを記述してその色を指定していたし、英語以外の言語による文章記述では現在でも、A、ラウンドルグルズに相当する記述の方が主流であることがある。イングランドの文章学では、トルトは、A、 ラウンドルグルズを意味するが、フランス語でトルトは、ラウンデル全般を意味するため、フランスの紋章学では、ギュールズに限定されずに、あらゆるティンクチャーで塗られた、ラウンデルに対して用いられる。同じく、フランス語の古い紋章館では、金属色のラウンデルを、カステルズと記述しているものがある。ラウンデルのチャージ名とティンクチャーの対応は次の表の通り。 いずれのティンクチャーで塗られた、ラウンデルでも単に円として描かれ、初期の紋章学でも、そのように描かれるのが普通であったが、プレート、ビザント及びファウンテンは、平らな円盤と考えられ、それら以外は、球体と考えられて、意味絵をつけて描かれることがある。英語のビザントが、ビザンチン帝国の貨幣を意味するように、ビザントは、金貨を表していた。また、すでに現代英語では、 廃れた用法であるが、中英語のプレートはフランス語を起源として、銀貨を意味したことから、プレートは銀貨を表す。そのため、これらは平らな円盤と考えられるのである。一つのシールドまたはフィールドにおける、ラウンデルの数には上限がない。中には18個ものラウンデルを記述した紋章が存在する。その紋章記述は次の通り。 金属色プレートビザント原色ハートトゥルトペレットポムガールプ特殊ファウンテンハット ABCA グロッサリオブタームスユーズドインヘラルドリーラウンドルズ2009年10月10日閲覧 ABCDFGHIJ e ブルックリトルジョン P アンヘラルディックアルファベットニューヨーク USA アルコパブリッシングカンパニー インク、ピアニッシモ、P176、ISBN978 から0860513209、08 LCCN73 から 164139AB ウイトモア、ウィリアム H、ザエレメンツオブヘラルドリー、バーモント、USA& 東京、ジャパン。 チャールズ・イー・タットル使用・シーインク、ピアニッシモ、P22、LCCN68 から 25,891ABC、A グロッサリオ・ブタームス・ユーズド・イン・ヘラルドリー・トルト。2009年10月10日閲覧。ABCDEFG 小学館ランダムハウス、A は大辞典、第2版編集委員会。ランダムハウス A は大辞典。小学館。 ISBN40 億9510万 1016AB A グロッサリオブタームスユーズドインヘラルドリーガンストーン2009年10月10日閲覧 AB ロースリーガイカドガンコンサイスエンサイクロペディアオブヘラルドリーロンドンイングランドスタジオエディションズリミテッドファーストパブリッシュド As ABC オブヘラルドリーバイスタンリー・ポールを使用 ピアニッシモ P ISBN 1、P337、ISBN1 から859580491、A グロッサリオブタームスユーズドインヘラルドリープレーツ。2009年10月10日閲覧 ABC。ABC、A グロッサリオブタームスユーズドインヘラルドリーベゼント。2009年10月10日閲覧。ABC スレーター、スティーブン、ザ・コンプリート・ブック・オブ・ヘラルドリー、ロンドン、UK。 ヘルメスハウス、ピアニッシモ、P79、ISBN0 から681970545、A グロッサリオブタームスユーズドインヘラルドリーハート。2009年10月10日閲覧。A グロッサリオブタームスユーズドインヘラルドリーポマース。2009年10月10日閲覧。A グロッサリオブタームスユーズドインヘラルドリーゴールペ。2009年10月10日閲覧。 ベンディングフェルド、ヘンリーグウィン、ジョーンズ、ピーター・ヘラルドリー、ニュージャージー、USA、チャートエル・ブックス、インク、ピアニッシモ、P45、ISBN1 から555219322。ありがとうございます。